クロウトもしくはクロウソウは、ギリシア神話における、運命の三女神こと、モイラインの一柱で、長子とされる。その名は、紡ぐものを意味する。日本語では長母院を省略してクロトとも呼ぶ。ローマ神話のノー名と同一視される。モイラはもともと割り当てという意味で、人間にとっては、寿命が割り当てられたものとして、最も大きな関心があったため、寿命、死。 そして生命などとも関連づけられた。また出産の女神であるエレイテューヤとも関連づけられ、やがて運命の女神とされた。最初は単数で一人の女神であったが、後に複数で考えられ、三女神で一組となり、複数型で、モイライと呼ばれるようになった。人間個々人の運命は糸の長さや、その変容で考えられ、クロウトウは彼女が手にする、 糸巻き棒から引き出し紡いで運命の糸とし、人間に運命を割り当てるもの柄結出で、三人目のアトロポスがこの糸を切った。こうして、人間の寿命は決まるのである。プラトンの国家の末尾にあるエルの物語では、現在を司る神として登場している。運命の三女神、モイライをこのような名前で呼んでいるのは平シオドスである。平シオドスは、 新陶記の最初の方では、モイライを、ニュクスの娘だと歌っている。他方、同じ歌の中の後半では、ゼウスの王位継承と女神たちとの婚礼を歌い、最初の妻メーティストの婚儀よりアテーナー女神が生まれたことを歌い、二番目に妻となったテミス女神との間に、季節の女神ホーラたち、すなわちエウノミアー、リケー、エーレーネーなどのかぐわしい女神を設けられたが、 それに続いて、運命の三女神を設けられたと歌っている。ピンダロスは、花嫁としてのテミスの付き添いとして三人の女神を登場させている。ありがとうございます。